混沌とした社会情勢、偽装、虐待、殺人、大人が裏切り続ける世の中で、伏見署の刑事小田裕次郎は日夜さまざまな事件と戦っていた。がしかし、彼は何をやっても冴えないデカだった。笑顔の裏で見え隠れする、君の本音が手に取るように、今さら何も期待はしない、そんな僕は冷たいのでしょうか。記憶の中で華やいでいる、ひらめくままに過ごした時も、だからといって君が思うほど子供じゃないこと気づいておくれよ。大人の群れに流されてくうちに、君はどこかに忘れてきた。裏切りの際は泣けられた、限りなくゼロに近い賞賛でも、これだけは言っておきたいんだ、最後に笑うのは君じゃない。